チーム国光の山本直樹です。はい、スバル、GT300 の方でスバル R&D スポーツをドライブしている山内秀樹です。これから実際に鈴鹿サーキットのこう図をサーキットマップを使って、各コーナーの解説を山内選手と一緒にしていきたいなと思ってます。マップが出てきたのでちょっとコース図を見ながら山本選手とお話をしていきたいなと思うんですけども、じゃあ早く走らせるコツ、やっぱ一番マイスターである山本選手。もう振るなよ俺に。ずるいだろ。ねえ、振らないよ。いいタイミングで俺から言ってくれたなっていう感じだったよね。どういうことよね。じゃあ1コーナーは一番意識してることなんですか。1コーナーを一番意識、最近なんかあんまり1コーナーがもう1コーナーじゃなくなった。なるほど、コーナーじゃないんだ。かっこいいですね、名言ですよ。カメラ見ながら寄せてください。いちいち上げ足を取るなよ。違うよ。じゃあ一番大事なのは、1コーナーをどんだけ速く走ったとしてもこの2コーナーがうまくいかなくなると、こうセクワンが全部行き過ぎると2コーナー止まりきれない、響いちゃうね。これちなみに映像を見てて、1コーナー最近スーパーフォーミュラとかってクリップつかないやんか、開けるやん、開ける人もいるのよ、それはやっぱ2コーナーのアプローチを良くするための。そうだろうね。つくはつかない。俺はつく、クリップつく。逆につかないで外を回ってこう走ろうとすることがなんか俺は合わない、タイミングが合わない。逆になんかこう大きく取るっていうよりは結構鋭角に入って曲げようと、真っ直ぐタイプだね。そう、なんか打を切りながらブレーキングしようとするとなんか対角に動いちゃうのが嫌だから、なるべく真っ直ぐハンドルをまっすぐな状態でブレーキングをしたいなって思うと1コーナーのクリップを取るかな。高ブレーキじゃなくてイメージこうまっすぐ行くようなブレーキね、脱輪してるから、脱輪してるからね。ちょっとこ絵のあれは置いといてる、ね、こういうところがね山内選手なんですけど。そういうことだよね。そういうことだよね。そう、で結構2コーナーってちょっとアンダーステア出やすいよね。出しやすいです。ここはちなみにクリップのポイントは奥で取る、手前で取る、イメージあんまり奥だとか手前だっていうよりは本当に真ん中でまあつくっていうのを意識してるかな。300と500で違いはあるのかな。でも500で言うと、まあ、やっぱり最近、まあ、300もだろうけどやっぱりエアロ空力がかなりやっぱり大事だから、やっぱり1コーナー無理くり飛び込んでブレーキを深く強く踏んじゃうとやっぱ車高が必要以上に下がっちゃうから、そうするとフロントのエアロがどうしても抜けがちなので、まあ少し車高をあんまりこう落としすぎないようにっていうのは意識してターンしてる。それは2コーナーのブレーキのアプローチの仕方でっていう。そう、300もでも空力あるね、やっぱ BRZ もそうだけど、ね、でもなんかやっぱドライバー的に1コーナーどこまで踏んでいけるかっていう、そうなんだよね、精神的な戦いない。1コーナー手前で処理なんかしちゃってね、あとでロガーでね手前で落ちてるとなんかテンション下がるよね。そう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 、そういうのよくやってたよね、 FCJ やってたやってた。どこまでいけるか選手権ね。で2コーナーも最近ここ何年だろう、ここ最近外側の縁石が結構フラットになって広めになったから、結構ここも最近車、まあ、特に GT なんかは縁石、まタグじゃないけどトラックリミット取られない範囲で、ギリギリまで外まで使う車多くなった。俺それに関してはねちょっと嫌な思い出があるからそこまで飛び込めないんだよね。なんでちょっとね下当たって飛んだことがあってね。え、それはいつ、モテギとか。分かってるやん。だからね、いけないのきっと。ちょっともうそろそろ笑いに変えてあげないと辛いかなと思って。ありがとう。あれは見てて痛かったね。でもちょっと車がね、ちょっとアプローチトライしてみるわ俺も。どこまでいけるか、選手権。でも俺その後にボンネット、ルーフのところでこうやってなってる姿。言うな。見たくないから。今回はやめといた。やめとくわじゃあ、練習ぐらいでしょこれじゃ。みんなが見てないところでちょっとずつね。あ、行ってみる。かな。やっぱりあれは Q1、あれ Q2 だっけ？Q2でカメラに抜かれてる時で、あれポール取るかもって思ってて、あれで当たってるから攻めて、あーってなったけど、
多分フリー走行でそれやると多分全然映ってないところで負けして刺さるとそうだ、ね、ものすごく格好悪いから、ね、タイミングが重要だよね。じゃあ予選でいきなりやるわ、ね、じゃあ、まあ、じゃあ、BRZ ファンの皆さん、あの2コーナーの立ち上がりを注目してもらえる。どこまで山内は行ってる か, るか、そうだね、かどれだけチキってるか、うんうん、そうだねで S 字一発目、ね、ここその1個2個3個あるけど結構ドライバーによってさどこをこうメインにするかでちょっと変わってくるやん、うんね、これ今更なんだけど最近本当に鈴鹿の攻め方が10年前と変わってるなって思ってる。聞きたい。え、変わんない。え、それ教えて。何何。いや俺は1個目をちっちゃく回って2個目をコンパクトに回ってこっち側に寄るってことでしょ。全部寄って寄って立ち上がり重心にしたい。寄る。俺もう絶対こっち側に寄る。あもうそれ古い人、ね、え今それ新しいっていう感じのあれじゃなかったの。違う、全然え俺もうめっちゃ振っちゃうこっちにでしょ。でこじゃあさこうやって外側に振っていくとさ何が辛いって今度こっちも外側に行くじゃん、うん、で今度そうすると3つ目が苦しくなる、うん、でその苦しくなる苦しくなるが苦手でしょ。嫌だでしょ。先々を見てってことでしょ。だけど最近の、まあ、トレンドじゃないけど速い選手の特徴は比較的もう1個目無視して2個目をこういう風に来るんだよね。で F1 もそうなの。やっぱなんか車が大きくなったからなのかエアロが増えたからなのかやっぱどれだけ進入の速度を落とさないで入っていけるか入っていけるかっていうのがなんか結構最近速い選手の特徴なのかなと思ってて、でもなかなか変えようと思っても難しいのと癖ついちゃってるもんね。そうで結局じゃあここで稼げましたって言っても結局こっちで稼げなくなると意外とこことここトータルで考えると結果あんま変わらないこと多いんだけど、まあね、うまくいくと結構それが早いんだね。うまいことリア旋回させてきてるんだろうね。だからここを全開で駆け抜けたことで次が苦しくはなるんだけどここ全開で行かないでコンパクトにまとめようとしすぎるがゆえにここの速度が落ちちゃうとうんもうなんかね取り戻せないよね。うん、でも俺はここを全開で行って膨らむことがちょっとね抵抗がある、うん、俺もあんま好きじゃないな、うん、そう2個目きついもんね。そうでなんか外まで行って3つ目きついとなんかこう体とのそのあれが合わないんだよね。そうなんだよね。それでも言ったらあれだよね。もう時代遅れでこう今回ってるのに。そうだから時代遅れだから俺らは新しいトレンドを改善していかないといけないよねっていう感じ。だからそれが300と500でも違うのかなと思って。もう300はそういう走らせ方だよっていうのか。いやもう選手によってそこの考え方が違うのかな。いや選手によって違うんじゃない。やっぱそうだよね。うん、そう。だから結構ねこの。ここを速く走ろうとする選手はこっちがちょっと辛いのかなって思うし、そうだね、どちらかというと僕はこっちを重視というよりはなんかここを速くしたい、うんうん、抜けたいよね。それで言うとこっちもそう、うん、こっちも結構外回ってこの、まあ、新しく名前が日報コーナーになってから、うん、ここをこうリフトして立ち上がる選手がいればここをコンパクトにまとめてインベタで来てここをほとんどリフトしないでアクセルを抜かないで立ち上がる選手と、500は何ここ全開できるの。冬場は全開、はあ本当うん、だけど、まあ、特に このこれから夏場の、鈴鹿のレースになると、まあ、ダウンフォースも空気の密度が減っちゃうから全開で行くのは結構大変かなと、まあ、ほとんど全開で行く車はいないんじゃないのかなと。で俺はフォーミュラーも含めて GT もここを全開で行くことを常に意識してる、絶対に何があっても全開で行こう。じゃあここはそこまで膨らまないようにする。そう俺はね、そうあんまり行っても真ん中、うん、そう真ん中でとどめておきたい。最終的には絶対ここは外はここに帰ってくるようなライン取りにする。そうだね、そうっていうのを意識してここを全開で行けたっていうのを伊沢拓也さんに言ったらそれお前ここが遅いからじゃねって言われた。あ逆にお前ここ全開で、まあ、難しいよね。そうここ全開で行こうと意識しすぎるがいいね。ここが遅いから全開で行けんじゃねえのって言われて確かに確かにやっぱ先輩には聞くもんだね、うん、そう、ね、だからね頭でっかちにならずに、ね、いろんな人に相談することは大事だなって。確かにそうだからね今相談してんのどれがいいのかな。いや
俺そのパターンがあるっていうのを知らなかったから、俺逆に今勉強になったからありがとうっていう気持ちですよ。でも本当にいろんな走り方があるよね。こうやってね、YouTube だ動画だっていろいろ見てるけど、なんか本当にそれを見るといろんな走らせ方があるなと思って、ね、そう。このペースで行ったらこう時間がかかっちゃうけど大丈夫だよね。先行こうか。これデグな。大丈夫ですか？向いてます？不向きですか？大丈夫ですか？これデグナーは。これさ最近舗装変わったじゃん。ここ変わった。めっちゃ前までさここめっちゃ跳ねたよね。きつかったよね。やっぱ500でも飛ぶ？きついここ。そうなんだ。うん、逆にテストでさここが舗装されてからさ走ったらさあのこういつもの癖でこうやってくるじゃん。こうやってブーンってくるじゃん。それを身構えようと思ってこうやって構えてたらさ、何もなくまで行っちゃったからさ、すごい気持ち悪くて、ああそうだ、フラットないんだみたいな。それ感じた。あった、俺この間のテストだけに。そう。ってなるけど、基本やっぱアウトラップとかアクセル抜くやつだ。そうだよね。わかる。あ、ない。あれって見て、でもいつまでたっても俺そのここが変わったっての知らなかったから、見てなかったのその情報を。はあ、だからあれ。あれって俺走ってる場所が前と違うんかなと思ってチームに聞いたらそこ変わってるって言われて、あ、やっぱ情報ちゃんと最初に仕入れるのは大事だなと思って、またこれ終わるの長くなるから、はい、出るな。やっぱりコース解説をこれするの2人じゃなかったわ。大丈夫か。出るな一発目は、出るなの一発目、またこれいやらしいんでね、これ最近あれ最近これ治ったっけ、このさ内側がさくぼんでるのが嫌なんだよね、うん、しかもちょっと出口のこの辺でさ、くぼみあるやん、一個。ある？あるんだよ、この辺で。あ、そうなの？俺はこの、ここしか。中でしょ？そう。中とその先にもね、なんかあるのよ。そこで、この間うち、あのなんか引っかかって、急に左飛んでって。あ、そうだった？そう、外飛んでったの。へぇ。帰ってこれたからよかったけど。ここね、外狭いから、もうはみ出ると何かしら起きるけどね。逆に何も起きないで帰ってこられたの、奇跡だ。奇跡だった。基本的にはここどうする？奥までブレーキ行く？それともちょっと手前でこう旋回で行くか。理想は手前で処理して曲げることに先に、まあ、曲げて、うん、で早めにアクセルオンしてっていうのがまあ理想なんだけど、うんうんうん、これもやっぱり最近舗装が変わったのと、あと外側の縁石がフラットになっちゃったから、うん、R が結構昔よりも緩くなっちゃったから、うんうん、意外ともう飛び込めちゃう、飛び込まないと負けちゃうんだ。負けちゃう。だからここも1コーナーじゃないけど、どれだけ飛び込んでどれだけ早くアクセル踏めるか。なるほど。早く。俺ここでいい情報いっぱいもらってる今。俺今週絶対いける気がする。いやそんなことないと思う。いやこれで俺が今いい引き出しちょっと今もらってってるから。最近鈴鹿がさあんま得意じゃなくてさ。やばいね。あんまりうなりすると、うん、あれなんか何言ってることちょっと違うな。山内いつも予選したけどみたいな感じになるとこの会話終わっちゃうからね。そうだから全部真逆のことやった方がいい、ね。逆にね皆さんは。そう今回俺らの反面がダメだったらね。うん。そうだからこうでさ最近さこのまたさ縁石に乗りながらブレーキする車が多いなと。へえ。止まるのそれで。いやそうだから嫌じゃん、縁石に乗ってさこう左と右でそのあれが違うのでハンドル取られたりとか、うん、接地が悪い状況でさ、うん、ブレーキするの嫌なんだけど、うん、結構多いんだ。そう多い。でもこれいや
500でもいる人はいる。でも300の方がやりやすいのかなって。足が柔らかいし ABS も。でも ABS 入ってるから逆に入力が左右輪で違うと、そう止まりづらい。そうだよね、うん、じゃああんまり乗せない。俺は乗せない。そうだよね、うん、俺も、うん、あんま乗せないけど、結構人によってはこの乗せながらブレーキングして、やっぱ R を入り口もこの2つ目の進入も大きく取りたいっていう選手は結構いるのかなって思いますね。だからデグニーとか もういかに早くアクセルを踏んでいけるか、そうね、で意識してるね。なんかここの車速を上げるよりかはここのまでのトップスピードを上げる考え方の方が、ここでいくら稼いでもね、ここで踏み遅れちゃうと意外とここも長いから。そうなんですよね。ちなみにヘアピン、この日清ブレーキヘアピン、ここをこっち側に寄せますか、それともそのままさらっと入っていく。結構昔は、そう昔はもう鋭角に入ってたでしょ。でも今俺も絶対こっち側に寄せるんだよ。寄せてもいかにここの速度を出していけるかでラインを奥に持ってってるんやけど、どっち側。いやもう今って GT ってまあエアロもあるし、多分寄せようと思えば簡単に寄せられるから、こっちでブレーキ踏むメリットがあんまりないのかなと思ってるけどね。じゃあこっち側に、まあそうだね、普通に寄せて、で、ね、ここもやっぱりなるべく脱出の速度、アクセルを早めに踏まないと、ここもやっぱりアクセルをね、全開の区間が長いから、やっぱここも、ね、ストレートとして捉えられるから、やっぱ積算が早い遅いっていうのは、このスプーンのヘアピンか、ヘアピンとスプーンのコーナーだけじゃなくて、この脱出の速度で結構車速が変わったりするから、タイムが遅い早いっていうのは出のスピードも関係してるのかなとは思うよね。でもこのやっぱ未だに F1 だけがスペシャルというか独特なラインね。直線的に入ってくるってこと。違う、本ボードいっぱい見てんじゃない F1 は見てないわ。 F1 は見てないって。あ、そうか、かけ離れてるもん。あ、そうかそうか。俺乗ったことある。そうだった。ごめん、それ振ってあげたらよかったね。ごめんね。俺の見てくんなかった。もう一回じゃあテイク2いい。大丈夫。そんな自慢する話じゃないから。じゃあさ、 F1 はさ、このブレーキをどれだけ奥まで突っ込んでここで稼ぐかだから、みんなさ、国内のカテゴリーってみんなクリップついてる。うんうん、取る取る。でも F1 はあの1コーナーじゃないけど、ここクリップ取らない。え、そう、あれは何、わざとなの。わざと外してるんじゃなくて。外してるんじゃない。そう、ミスじゃない。ミスじゃないんだ。そう、逆にここのクリップを取ろうと思って早めにブレーキを踏んでここで速度を落とすんじゃなくて、もうどれだけ飛び込めるか。へえ。でこれがまたさ、面白いのがさ、みんなさそれをやるからさ、みんな同じとこ通るからさ、外側走っても結構綺麗なんだよね。へえ。だけどみんなさ、国内ってこのセオリーがあるからイン側通るじゃん。そうするともう真ん中ぐらいから汚れてるじゃん、タイヤカスとか。だからそうなるともうそのラインは取れなくなるんだけど、 F1 は結構みんな真ん中ぐらいを通ってくるんだよね。そうするとそこが逆に綺麗だから、みんな、なんか本当いつも思うけどさ、外人の選手って、それが F1 に限ってだけの話なんか分からんけど、うん、別のカテゴリーではスプーンのここをさ、外を使って走ってったライン取りとかあったやん、うんうん、外人の選手って変わってるよね。外人の選手、外国の選手が変わってるのか、外国の選手、そう、もう日本の選手がもう鈴鹿はこうやって走るんだっていう、そうそう、もうその枠外を外れて走るっていう、その、そうだね、すごいよね。だから俺らはもっと頭柔らかくしないとダメなんだよ。なるほど。その割には硬い感じで喋ってるよね。え、そう。喋りは硬いかもしれないけど、頭は柔らかいつもりなんだけど。触ってみていいじゃん。いや、そういうことじゃない。いや、だからここもそうなんだよね。最近その走り方が違うっていうのがさ、まあ、一般的に言うとブレーキ踏みます加速します、ブレーキ踏みます加速しますだけど、もうここどれだけ飛び込めるかなんて、ね、うんうん、で中をあんまりアクセルこう踏めない、ちょっとこうってやってる時間ってことだよね。踏まなくてもいいような速度でブワーって入ってっちゃって、でここで一回ブレーキ踏んでみたいな感じ、うんうんうん、そうするともうここの速度は全然変わるんだよね。そう、でもさ、それを1台でやる分にはいいんだけど、GT って難しいのはやっぱ2人じゃん。そうだね。だから片方がそういう走らせ方します、片方がこういう走らせ方しますっていうと、もう車のそのセッティングも変わってきちゃうし、コメントも変わってきちゃうから、そこはなんか GT はちゃんと2人が同じような走らせ方をした方がいいよねと思うね、うんうんうん、話を合わせてね。
そういえば井口さんとセッティングとかさ、走らせ方って一緒？走らせ方は違う。あ、違うんだ、うん、ちょっと違う。どっちがどういうタイプ？俺はもういかにブレーキを奥までいけるかタイプだから。で、井口さんは結構手前からで立ち上がり重視というのが、こう速度を上げていきたいっていう感じ。でもそうなるとさ、やっぱ同じ車だとさ、だからどっちかによることが多いよね。そうなんですよ。だから井口選手は今苦労してます。あ、じゃあ全部山内仕様になっちゃってるんだ。まあ、わがままだもんね。そうなんですよ。だから井口さんが全部、そうなんですよ。あ、大丈夫だよ大丈夫だよ。タクちゃんが今すごく我慢してくれてて。そういうことなんだ。だから、うん、結構駆け寄ってはいるんやけど、うん、まあでもこういうタイプやからさ、わ、うん、かる。そう、そうなんだ。だからタクちゃんが本当優しいんですよ。でもそういう選手でよかったよね。でもそれがさ、井口さんがさ、もっと我が強くてさ、いや俺ちょっとこれじゃ乗れないって、そうなるとさ、自分が速く走れなくなるよね。そうなの。だからそこはフォーミュラーとは違う難しさがあるよね。だから GT の面白みはそこなんですよね。相方とどれだけ疎通が取れて、どういうふうに歩み寄るかって言ってるお前が歩み寄れよって話なんやけど、でもそれが変にさ、歩み寄りすぎてさ、お互いが遠慮し合ってさ、お互いが変な妥協が入るとさ、どっちも速く走れなくなるじゃん。だから早く走れる選手にどれだけ歩み寄れるかっていうのは俺は大事だなと思う。素敵な発言ありがとうございます。そうそうそう、だから秀樹が早く走れる理由は井口さんがこう支えてくれてるから。そう、歩み寄ってくれて、なんとか今の秀樹が早く走れる車を井口さんが乗ってるってことですね。でもそれはそれで分かってればいいよね、お互いがね。そうなんです。だから本当ここはこれだけは無理ですっていうことは、うん、言ってくれるけど、うんうん、はい。これも牧野選手、忠介とは比較的走らせ方と好みとは似ているかな。結構やっぱブレーキの動力も強く踏むタイプだし、うん、やっぱアンダー、どちらかというとアンダーよりはオーバーの方がまだ乗れるかなっていう。一緒だね。一緒。俺はそっちなんですよ。アンダーがダメ？アンダーダメなんですよ。曲げ方がわからないんですよ。だってカートってさ、ハンドル切ったら曲がるやん。うん、いや、まあ、カートもセッティング次第で。そう、極端に言ったら、でもカートってさ、ペッて切ったら曲がるやん。いや、そのカートをちょっとバカにした発言はやめといた方がいいと思う。いやいやいや、バカにしてない。いやいやいや、ごめんなさい。まあでも車は難しいよね。サスペンションとタイヤもあるからね。そうなんですよ。そこは好み的に言ったらそうなんですよね。井口さんは結構アンダー系の方がもう全然やっぱだから、あ、じゃあ後ろがないと走れない。ダメなんだ。そう、へー、なかなかそういうのって表に出ないよね。出ないね。そのどっちの方がタイプだとか。そうなんですよね。それなんか鈴鹿サーキットさんでこの YouTube でこのコースじゃなくてこのどっち寄りですかとかって、あ、選手でね、そうそうそう、分けてやったら面白いよね。やったら面白いかもしれない。確かに。でそれをメーカーさんが見て、チームが見て、じゃあこの人とこの人組んだら早いんだねって。それで言ったら俺、じゃあ来年相方、俺どっちか組になるやんか。じゃあなしで。井口さんの方がいいってなると、アンダー寄りの選手をどっかから連れてくるかもしれない。そう、呼んできて、あいつ人間的になってないから、うん、ちょっと山内もういいかなみたいな。結構この YouTube 見ものだね。この回ね。危ない危ない。危ない危ない、うん、次行こうじゃん。スプーンはそんな感じで、はい、走らせ方がここもこうブレーキ踏んで加速して、ブレーキ踏んで加速してっていう風に切り分ける選手もいれば、うんうん、まあ一つのもうコーナーとして捉えて、もうここの考え方と同じになるんだ ね。比較的結構最近はそれがトレンドになりつつあるのかな。でも基本2個目はブレーキ本当優しくだよね。全然踏めないもん ね。対角に入っちゃってるからも基本はね、うん、昔よりも外側の縁石がさ、その2コーナーもそうだしさ、このスプーンもデグナーもアウト側の縁石が結構フラット寄りになってるね。昔もうちょっとさ、こうコブが大きくてさ、乗るとさ跳ねちゃうから乗れなかったけど、最近乗ってもあのコブがこう段差が低いから抜けにくいからね、だから結構乗れちゃうし、うん、R を大きく取ろうっていう風なのが増えてるのかなとは思うんですけどね。ただここ行き過ぎるとね、最近トラックリミット取られるから、ね、取られるから、あんまり調子に乗っていくと。取られたことある？トラックリミットって。もう行けない人間なんで。それはなんで？2回目だから。もうええわ。2回はきついね。2回、いや全然大丈夫。もう忘れちゃってるからね。忘れてんの？うん、いや忘れてはないけど。そうだよね。忘れない方がいいよ。反省した方がいい。そう。だからあんまね、使わないんだよね。ああ、そういうことね。そう。でもここで飛んでいくって、ことはないよね。もう高さ的にね、モテぐらいの段差がないと飛ばない。そうだよね、うん、モテギは段差高い。
や別にモテゲーさんのこと悪く言ってるわけじゃない俺が悪いんだけどちょっと高いと当たっちゃうっていう話で、でもあれは気持ちが入ってたね、まあ、そう平らだからね、踏んでいけると。で次130ある。そうだね、130も500はもうイージー全開。全開だね。決勝中もほぼほぼもう全開。あ、全開、うん、燃料が重くて空気圧がまだ低い時はちょっと床のこのボトミングって言われるものが、うんうん、まあ、少しあるから、まあ、最初の数週はちょっと様子見るかもしれないけど、でもほぼほぼ全開、もうほぼほぼ全開かな。じゃあここは300の方がちょっときついね。なんか俺らはもういや全開は無理だから。あ、そうなんだ。いける、ギリギリいけるかいけないかぐらいのところ、でもやっぱ戻すっすね、うん、じゃないと抜け、外でポンって抜ける感覚があるから。あ、アンダーの方が出やすい。いや、なんかね、ちょっとそう、ちょっとアンダー系出てきて最後にお釣りが来るみたいな感じだから、まあ、車によって違うだろうけど、そこは300とは違う。もう何も起きないかな。あ、基本的には違うね、まあ、300は基本的にはちょっと抜けちゃうので、うん、まあ基本的には僕はちょっと手前でアクセル抜いて踏みながら行く、うんうん、人によったら結構中で抜いてる人とかいるけど、なんかそれをすると車の挙動が乱れちゃうから、まあ、しかも一番荷重がかかってるところでアクセル抜くと、ね、グリップ抜けた時の代償が大きいから、なるべく旋回中はちょっと乗せて立ち上がっておきたいよね。そう、うん、あ、そういうことね。そうで、試験の試験だね。ここは最近特徴あるかな。なんかこれ一番大きいのは試験員で、これアタックする週、うん、こっち側に寄せてから踏んでいく。いやね、それはね毎年悩むんだよね。もう普通に行った方が早いのか、それとももうこっちめっちゃ寄せてちょっと速度落としちゃうけど、もう全開の比率を高くしてこう速度乗せていくか。いや結局さ、それをやろうとするとさ、やろうとしてる人ってさ、ここを外から行こうとするこの速度がもう遅いからさ、早くアクセル踏んだところでさ、シフトアップするタイミングがさ、取り返せるのかなって思うよね。遅いんだよね。だから俺はもうこっから加速じゃなくて、もうこっからもう入ってるんだ。もう入っていかないともう間に合わないと思ってる。そう、まあ、じゃあそれは一緒だね。一緒。あとは縁石を乗せるか乗せないかだね。イン側、アウト側って、あ、こっちいや、そうそうそう、イン側俺らも縁石全然使えないから。使えないの。もうめっちゃ飛んじゃう。へえ。じゃあ足が硬いのかダンパーなのか。そうへえ。500使えるんだ。使ってる車もいるけど、でも最近乗せてる車ないかもしれない。それこそなんかこう乗せようと思ってコンパクトに曲がろうとするとヘアピンじゃないけど、あ、ロスっちゃうんだね。そのここで減速して乗せることにエネルギーを使うよりは、もうここもなんかとりあえず入れるだけ入っちゃうみたいな方が意外と多いのかなって思う。でもね、ここはね、忠助と俺は走り方、走らせ方が違って、ここと富士の B コーナーはあいつをめちゃくちゃ上手。へー、めちゃくちゃうまい。真似はちょっとできない、できないぐらい。でも彼はそれが別に普通だと思ってるし当たり前なんだけど、彼の当たり前がちょっと俺はね、なかなかできない。できない、うん、あのね、アクセルを戻さない。俺
俺っていうか普通にブレーキ踏みます、ちょっとアクセル踏んで立ち上がって前提にして、で曲がるきっかけを作るのに前提にして入れるんだね、で入れて踏むっていうのはまあ普通だと思ってるんだけど、彼の場合はあ、じゃあ B コーナーの2つ目もちょっと戻しだけで曲がっていくってことなんだ。そう、逆に前提にしないのにその車の向きを変えられる能力は彼はすごいなって思う、ね、うん、俺それやろうとするとなんか基本その加速しながら曲がってるからあんまり曲がってる感覚がなくて、で結果踏み遅れちゃうのが嫌なんだよね。だからここ速度が遅くても早く踏むことに意識を置いてるからリフトして曲げて早くバンって踏むって思ってるんだけど、だからここもその人によって走らせ方が違う、まあ、例を挙げると、まあ、その2つが結構今あるのかなと思 う、ね、俺タイプあんま意識したことないね。意識したことないちょっとどうだったかなって話を聞きながらずっと思い出してるんだけど、明日 LINE して、うん、結果だけ送るわけ戻したか戻してないか、うん、あと最終だね。最終ここあのこれ俺ら永遠と語り合ったことあったよねみんなギリギリやっぱせめてこっちに来てこう予選の時とか撮るじゃないですか。いるよね。そうなんだよね。本当ここ 3,4 年だよね多分、うん、それが主流になったのね。昔はさみんなこっちに行ってたじゃん外側、うんうんうん、でそれはやっぱりそのハンドルの抵抗とかがあるからロスしないようにして立ち上がってたのと、あとは試験のこの立ち上がり方がこのトラクションかけてまっすぐ出てこようとすると自然的にこっちに寄るから、逃げるからね、まあ、こっちになるわけであって、インカットして距離稼ぎたいがゆえにここのトラクションをこう犠牲にしておろそかにしてこっちに寄ることはまあそれは良くはないと思ってるから、うん、ダも増えるからね。そうでもあともう理屈そういうの関係なしに外回ってきてトップタイム出した方がかっこいいって彼に言われてからもう内側通りづらくなっちゃったでも俺はポールを取ってる時は毎回外側通ってた。なんか人と違 う、なんか人と一緒のことは嫌なんで、でもやっぱそれがなんかかっこよく見えるよね。でも本当にまあ絶対的なデータがあるわけじゃないけど、やっぱインに通ろうと思えば通るほどそうだ、ね、なんかちょっとやっぱ抵抗はあるしスピードは多少落ちるけど、昔の車よりは比較的ここコンパクト、まあ、トラクションも今タイヤもいいし車も良くなってるからトラクションが抜けるっていうことはないし、ね、抵抗よりも距離を稼いだ方がいいっていうのは、まあ、今の車からできることではあるのかなとは思ってる。あとは壁近づいた方がなんかそのエアロ関係的にこう伸びるとかあるかもしれないね。あ、なんか昔カムエ君がなんかその言ってた、うん、もっとなんか海外のチームで走る時に壁近づいた方が伸びるからもっと近づいてくれって言ってて、えそんな関係あるんだって思ったのを今聞いたけど、そう思い出して今言ったけど聞いたけどやってないやってない基本俺は1周目の時は外走るので、2周目の時だけなんかちょっとこういやらしい気持ちが出ちゃってちょっとでもちょっと中入っちゃうんやけど、それ1周目からやった方が良かった、いいんじゃない、そう思うやん、うん、でもやっぱそういう発言してるからやっぱ外走っちゃうんだよ、うん、なんか俺は内側をインカットしてる秀樹は見たくないなと、そうでしょ、なんかやっぱ外の方がかっこいいっていうのと、うん、いいロスが少ないんじゃないかって、うん、そうだね。どうする夏の鈴鹿さ予選だったらさ、2人ともこっち側ずっとホームストレート走って壁走りしちゃった。カムイ君の話受け入れすぎやろって。Thank you.
まあ、基本的にはやっぱブレーキ頑張っていってもらった方が300はすごく楽ですね。なんか中途半端にあーってなっちゃうと2台ともロスっちゃうので。でもさ、それがさ、あれ不思議だよね。そのここは我慢してバッて行っても大丈夫だって思えるさ空気感とさ、これバッて行きたいけどこれ絶対に締められちゃうかなみたいな空気感あるある。それで言うと BRZ の2人は、スバルの2人はあの絶対に後ろを見てるなってくれてる安心感がある。絶対なウィンカーがあるからね、うん。でもあれもさ、ウィンカーをさ出せるさ車とさ、 NSX って確かそのセンターコンソールにあるからさ、あ、そうなんだ、こうやってやらないといけないよね。難しいね、それ設定変えてほしいね。そう、ステアリングにねあれば楽だから、ね、楽だけど。でも毎回出してくれるよね。絶対出す ね。たまにでもあの山本選手は基本絶対ハザード出してくるんですよ。でも、あ、今のごめんこっちがミスったって思った時はハザード出してくれるんですよね。嘘だ、いやいや俺は基本出してる。いやいや、それ多分カダスケだよ。あ、そういうことか。それはあるかもね。あ、ごめんって思う。いつもあれさ、GT さ、あのお客さんから見てさ、あのフロントガラス、フロントウィンドウにはさドライバーの識別あるけどさ、うん、後ろわかんないんだよね。さ後ろの識別もあると嬉しいんだよ ね、うん、思う。だって抜きに行くのってそう俺らそれで、ね、分かると、そう、あ、これ秀樹かやめとこっとかって思うんね。これ井口さんだったら、あ、大丈夫だ、確かに見てるだろうな、そう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 、安心、絶対的な安心感がある。あ、そう、そうね、でもやっぱ300最近ブレーキの性能もいいし、うんうんうん、ストレートも速いから、うん、意外と抜きづらいんだ、抜きづらいんだよね。で特に鈴鹿はコース幅もそんなに広いわけじゃないし、うんうん、広いわけじゃないし、でも S 字の中なんか入っちゃうとさ、なかなかやっぱり抜けないね、抜けないよね。だからもう一発目で入ってくれない限りはできるだけこっちはこの逆盤で外から抜いていってくれる限り、うんうん、以外はできるだけ抑えたい、うんね、ロスが大きいから。だからここで詰まっちゃった時って結構車によってはここを300はコンパクトに曲がってくれて外側を開けてくれると500は外から抜かせるんだけど、あ、まあ300は300で多分ここでロスりたくないから絶妙にね真ん中とかを通る選手がいるね、うんうんうん、行かせたくないからね。そう、そうするともう500もリスクは負えないからやっぱ後ろをつかざるを得ない。で次今度逆番で抜きたいんだけど、これが前半と後半でまた変わってくるよね。あ、やっぱ後半きついんだ。きつい、後半はやっぱここはもうタイヤカスだらけになるから外から行きたいんだけど行って抜けるんだけど、そこでマーブルを拾っちゃうとやっぱこっから先ちょっと半周ぐらい状況によってはペースが落ちちゃうから、残っちゃう。だから後ろからあんまりせっつかれてないんだったらここ我慢して少し綺麗なところで行かせてほしいってことね。そうで、ここに自分が抜いていく、ここを我慢して。でも後ろから来られてたりとか、まあ、自分があんまピックアップに影響ないタイヤとか車だったら、まあ、外をちょっと行っても、まあ、1個コーナー過ぎれば大丈夫かなみたいな感じで、それは考えながら走ってるかな。もうデグナーなんかも全然最近抜けないしね、ここまででもう前に出られない。そうだね、ここまでで前行かなかったらここはきついだろうしね、うん、2個目なんか絶対ないだろうしね、うん、2個目もないね。でヘアピンのやっぱブレーキでいけるかどうか、うん、でも300も今ブレーキいけるから微妙だったらさせないもんね。そう、させない、させないし車でかいじゃん最近300も、うんうんうん、まあ、BRZ はちょっとちっちゃいけど、ね、サイズがちっちゃいからだけど、うんうん、GT3 とかの車は結構もう500と大差ないから、なかなかやっぱ差しにいけないんだよね。上手下手とかってねよく言われるけど、タイミングだよね。タイミングが悪ければもういくら300上手だって言ったっ て、ね、いや無理だし、お互い損しかないからね。そう、あとはもうウインカーをいかに上手に使うか、うんうん、そうだね。手前からもう早くハザード出してもらえるとさ、ね、お互いそのリスクが減らせてロスも少ないけど、何も出さずにこうどっちに動くか分からないってなるともうお互い、ね、損しかないから、どうしたらいいんだろうってなっちゃうから、結構最近本当ウインカーとハザードはなんか多めに使ってるよね。そのマナー的なものもあるかもしれないけど、マナー以上にお互い その平均ラップタイムを下げないようにするっていうのも、そのウィンカーとハザードを上手に使うっていうのも今のなんか技術の一つだかもしれない、ね、そういう余裕がある選手はやっぱり追い抜きも上手だろうしレースも上手だろうし、余裕がない選手はそういうのもできないのかなっていうのは客観的に見て思うかな。うん。
中盤戦に入っていきますが、BRZ 鈴鹿が得意なんですけども、昨年を見てもちょっと残念な結果で終わってしまっているので、しっかり車を作り上げていい結果を残していけるように、そしてこれからシリーズチャンピオンの土台に僕たちも入っていけるようにしっかり頑張っていきたいなと思います。でたくさんのスバルファンの皆さんが応援してくれてますので、一人一人の旗をしっかり見て皆さんの声援にしっかり応えれるように一周一周気持ちを込めて頑張っていきたいなと思います。ホンダにとってホームコースですし、ここで何としてでも成績を残したいなっていうのは、ホンダ HRC 陣営としては強く思っています。であとはタイヤですね、500クラス、ミシュラン、ブリヂストン、横浜、ダンロップと4メーカーありますけども、ここ数年ミシュラン勢がかなり活躍して全てこう取られている印象があるので、ブリヂストン陣営としてもなんとかここでミシュラン勢に一泡吹かせたいと思っている部分があるので、ライバルは強力ですけども、しっかりとそういったライバルにも負けないように、そしてポイントをチャンピオンを考えても取りこぼしのないようなそんな一戦にしたいなと思ってますので、この夏の鈴鹿はかなり暑くて観戦する方特に大変だと思いますけども、皆さん熱中症に気をつけながら、僕たちの応援していただけたらなと思います。応援よろしくお願いします。